アスビオファーマ株式会社はかつて存在した医薬品の研究開発を行っていた企業で第一三協の子会社であった。もともとは1979年にサントリーが医薬事業部を創業したことに始まる。その後、1991年に同社の医薬品第一号商品として抗不整脈治療剤サンリズムを発売した。その後、 サンリズムの販売提携を行うなど、長年の信頼関係にあった第一製薬とサントリーの共同出資によりサントリーの医薬事業部を分社化し、現会社の前身となる第一サントリーファーマを設立した。その後、第一製薬の完全子会社化を機に第一アスビオファーマに称号変更し、本社を東京都港区赤坂に移転。2007年4月に、 親会社の第一製薬が産協と統合し、第一産協に称号を変更すると同時に現社名となった。そして、グループ再編に伴って、2010年4月からは、医薬品の研究開発日と筋に行うこととなり、同年10月にはこれまで分散していた、本社並びに、国内の研究所を集約し、兵庫県神戸市のポートアイランドにある、 神戸医療産業都市に竣工された本社機能、研究所を兼ね備えた新事業所へ移転した。ちなみに、社名のアスビオとは、ギリシャ神話の医術、薬の神、アスクレーピオスにちなんだ造語で、日本語のアスのバイオという意味にもつながっている。2018年4月1日付で、第一三協株式会社へ、吸収合併されたことで解散となった。ありがとうございます。